激レアさんを連れてきた未公開トーク。今週は良い子浜口さんが実はあの超大物と仲良しだったという新事実と、若月さんが子供にバラエティ英才教育をしてる話。さあ、それでは本日の客員研究員さんをご紹介します。良い子浜口勝さん、はい、若月千夏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもお願いします。今日は常連のお二人を招いての会となっております。確かに、はい、浜口さんが13回目の登場。うわ、すごい、ありがとうございます。そして若月さんは12回目の登場。ありがとうございます、はい、ランキングになりますと、ランキングとですね、ランキング2と3位なんです。すごい嬉しい。すごいあるんだ。すげえ。カズさんの後がバカ2人なんですよ。ほんまやな。光栄ですね。激レアさんとの波長が。浜口さんはいつも季節の変わり目とともにいらっしゃっていただいてますけれども。ありがとうございます。でもね、13回目ですから、さすがにないのは十分承知なんですけれども、はい、何か激レアだ話ね。確かに毎回毎回ね。いや、ね、僕あの学生時代から X ジャパン大好きで、はい、で、あの番組を共演のきっかけに、あのトシさんとすごく仲良くなりまして、もうそれだけでもレアなんですけど、本当すごく仲良くしてもらって、お食事とかも連れて行ってもらったりとかして、で、あの結婚した時にも、あの高級レストランの個室取っていただいて、お祝いしていただいたんですよ。すごい。もうそこでトシさんが二人のために歌を歌いますって言って、その歌ってくれた歌が、はい、長渕剛さんの乾杯。そうなんじゃないの。すごい。超貴重な経験で、ハイトーンボイスの乾杯。すごい。レストランの高級の個室やったんですけど、結局周りに人集まっちゃって、個室に全くなかったです。いや、トシさんの声量ならね、うん、幸せあれが響き渡ってちょっと真似できないですけど、すごい、すげえ。4回目でトシさんのエピソードに出てすごいですけどね。じゃあ、そして前回の出演から1ヶ月半しか経っていない若月さん、お願いします。よろしくお願いします。若月さんももうないですかね、エピソード激レアな。いや、最近の話で言いますと、うちの子供がですね、あの3歳なんですけども、ワイプという言葉を覚えました。早いですよね。早い。激レアな家族ですよ。まあ、でも私が教えてるんですけどね、最初にママが、あ、ママ四角いとこ出てるよみたいになって、はいはい、ワイプって言うんだよって毎回言ってたら、先日ワイプにママいるよってやっと覚えてくれたんで、はい、この後はひな壇を覚えてます。はい、英才教育、すげえな。バラエティの天才がやってくるね。いつかホームビデオでもワイプ作んじゃん。作っちゃおう。そうですね。すげえ。